はい、今日はですね、柑橘を紹介したいと思いますね。セトカです。セトカっていう柑橘ですね。これね、葉っぱにこれついてる白くなってるのはホワイトコートっていうね、あの日焼け防止の農薬ですね。まあ、石灰とかが入ってるのかな。で、セトカなんですけど、まあ、結構美味しいみかんですね。結構高いしね、作りやすいですし、まあ、農薬とか結構いっぱい使うんですけど、まあお金もそこそこに取れる、愛媛県で結構よく作ってるね、柑橘です。特徴はね、こういうだいたい尻尾みたいなのがね、お尻の方から生えてるんですよっていうことが多いです。こういうのはセトカですね。はい、美味しいですよね。結構今年は結構ね、日焼けしているのが多いですね。こういうホワイトコート使ってもね、焼けるみたいです。まあ、ハウス栽培がこれからは主流になっていくんじゃないんでしょうかね。はい、そんな感じですね。あとは、何があるかな。はい、これとかね。まあ、デコポンですね。まあ、これデコポンってまあ名乗れないんですけど、これも尻尾ついてますね。で、特徴なのが頭のとこはね、ボコッとなってますよね。白縫いですね。白縫いっていう品種ですね。まあ、これも結構ね、美味しい品種です。まあ、値段はね、もう、ちょっとだいぶ落ちてしまったんですけどね。昔はね、良かったですよ。サンテっていうね、あのストッキングみたいなのをかぶせるのが昔は主流だったんですけど、最近はね、もうみんな嫌になってつけなくなりましたね。はい、こんなのとかは日焼け防止のホワイトコートやってないな。これは自慢大戦だと思いますね。殺菌剤ですね。だいたい柑橘はね、もう自慢大戦ばっかり使いますね。6月、7月、8月、9月ぐらいまで自慢大戦に、殺虫剤ですね。ダントツとかね、モスピランとかアクタラとかね、アルバリンとか、まあいろいろなもん入れたりね、して、それに尿素入れたりね、して使いますね。散布していきます。だいたい4回ぐらいですね。はい、で、まあ冬とかには2月ぐらいかな、3月ぐらいにはマシンオイル、トモノールとかね、そんなの使って、まあ貝殻虫の予防で、4月ぐらいになったらボルドーですね、アイシーボルドーやったりで、草加病の予防ですね、黒点、あ、海洋病ですね、の予防とかにしたりしますね。で、こっちが、まあこれはまあこれハウスじゃないから、ベニマドンナとは言えないんですけど、まあ、アイカ28号ですね。っていうのです。まあ、愛媛県を代表する柑橘ですね。はい。まあ結構いい値段をすると思いますよ。まあもう、これが主流ですね。旅館とかもね、作ってる人もいるんですけど、やっぱり、やっぱ利益追求っていうんですかね、そういうので最近は少なくなってるのかな。もう年寄りばっかりなんでね、もうやる人が減ってきてますね。心のね、私が住んでるところもですね、もうみんなやめていってますね。もう年寄りばっかりなんでね、もうそんな気力もないし馬力もないんでしょうね。はい、まあいずれはもう廃れていくもんだと思いますね。細々と、若い人が細々とやるか、大農家法人とかにしてるとこがやっていくだけになるんでしょうね。はい、こういう園地でね、作ってますね。私の農園じゃないんですけどね、ここは知り合いの農園なんですけど、お手伝いに来てるんですけどね。まあとてもじゃないけど
人手が足りずね、もう頼むから来てくれっていうんでね、来てるんですけど、まあ彼も大変だと思いますよ。人もいないんでね、もうまだね、両親が健在ですからね、なんとかやっていけると思いますけど、いけてると思いますけど、まあもういい年ですしね、両親もどうなるのかなと思ってね、心配してますよ。私はね、もう一人もんなんで、もう関係ないですけどね。大変ですね。はい、そんなくだらない話でした。ありがとうございました。またね。